さて次のターゲットは何だ？次のターゲットは。そんなに何がやりたいかと言われれば、そんなにアクションゲームやりたくないんだよな。ここら辺のこんまいやつ、ベースボールとかテニスとか、こういうちんまいやつをやる気にもそんななってない。正直今一番やりたいのはこれなんだよな。ゼルダの伝説。これじゃやりたいんだよな。重厚なオープニング。1986年か。ほほう。ほほう。セレクトしてください。なんでカタカナなんだろう。名前登録。キルモード。毎回名前を。マガ。マガすげえ。シンスケ。でも俺別に、リンクは別に俺リンクでいいと思うんだけどね。リンクは定着してるじゃん。ドラクエ3の主人公は別に、名前が何とかないけどさ、だから自由に決めていいと思うけど、こいつリンクでほぼ固定されてるのに、シンスケって名前をつけるのも、気が引けるな、ちょっと。まあ、いいか。登録終わる。これやらないといけないやつ、この。これで埋めないと。え？それ、どうやんの、これ。あ、ここ。セレクトね。登録終わる。よし、では始めるとしよう。この無限の旅へと、無限の旅路へと、俺は旅立っていく。何の説明もない。何の説明もないもん。一人では危険じゃ。これを授けよう。 話が早いな。これでいいんだよ。話が早い。切るでなく、切るのではなく投げ。そして剣が爆散する。爆発死散するし、爺さんも消えた。全てが謎だな。 なんで洞窟なのに下から出てくる。地下1階だったんか、あそこ。あ、ちょっと強すぎない？これ全てを集めた後の武器だよね。そう思うんですよ、私は。おい！あんなやつ相手にする意味ないよ、別に。相手したくねえよ。関わりたくねえよ、お前らと。ドゥルドゥルドゥ。音楽いいな。重厚だ。ノー！あ、なるほどね。満タン人しか。お、待って、女が。基本女で回復するようなリンク。基本は女。ゼルダの基本は女にあり。なんか皇帝くれや。金がないんすよ。立って。こう、スタート。あ、なんかスタートやったら流れた。B ボタンで使う宝。トライフォース。トライフォースはなんだよ。トライフォースを集めるとどうなっちゃうんだい？セレクトでポーズなのか。金がねえから買えねえのかな。まだ買えねえわ、おっちゃん。ここはなんだ、桟橋からいずれは海へと。いずれは海へと冒険が進んでいくわけだな。おいおい、敵が多くねえか。てか俺かなりズイズイ進んでんの、これ。相当にズイズイと進んではいるが。てか敵の攻撃が思いのほか強い。あの武器やったら無敵じゃんって思ったけど、意外とそうなんですよ。いや、敵思いのほか強いの。こんな辺境の地まで来てるけど大丈夫な、もう。敵の量がやばくない？ちゃんとバランスは取れてるな、あれで。おい！辺境の地へと。足を踏み入れているが、私は大丈夫なのか。辺境すぎねえか。辺境すぎない？これ。もうどこだよ、これ。北海道。北海道まで行ってねえか。岩手県ぐらいまで来てるよ、もう。おい、辺境すぎる。 いくらなんでも辺境がすぎるぞ。
洞窟とかもねえっすか。なんかあるぞ。神殿的な何かか、これ。神殿的な何かかもしれん。お、お前ら、近づくと。ヒヒヒン。でもこいつ倒したら何かあるかもしれん。うれ近づいて。おい、なんでだ。は、早い。早すぎる、こいつは。逃げろも。相手にならん。あったー、俺の洞窟。の力から。おお、もう一緒じゃねえかよ。なんか皇帝くれや。アキンド。アキンドはどこにでもいるんだ。おい、ちょっと待って。斜め左下から桂馬の動きだ、こいつ。桂馬の動きがやばいな。こいつ動きがやばいな。こいつ飛んできたとこを取る感じで。ちょっと待って、マップに何もなさすぎる、これ。もっとあるよ、なんか。洞窟。ほほほ。よし。この洞窟には何かが、もうなんか壊れがもういい。お、これをおばあさんに見せてごらん。はいよ。なんだい。何かもわからない。何これ、チケット。おばあさんが喜ぶの。何のチケットだよ。五木ひろしコンサートディナーショーチケットかもしれん。死にました。続ける。音楽いいの。音楽はバリバリにいいな。ここじゃあ ここから。あ、ていうか見てくれ、左はマップある、あるじゃん。あれマップあったな。あれマップだった。結構広いな、じゃあ。ただ自分の色位置が何も書いてない Google マップみたいなもんか。何も書いてないけど場所だけは分かるよっていう。もうこれさ、僕スマホの言わずに、もうこれもう遠くにいる時点で狙撃しておくべきだな。なんだこれ、タイマーストップ。ドラえもん、白ドラ、これ。まあなんかありそうだな。ドゥフフ。もうこれ死のうの言わずに、これもう遠くにいるうちからさ、もうガンガンこうやって打っておくべきだ。打ち込んで、そう甘いことを言うな。とにかくこれを持ってるうちにこいつをガンガン倒さないと倒せなくなる。え、ちょっと何、え、急に剣は触れなくなったんだけど。え、ちょっと待って、ここ剣触れないんだけど。ちょっと待って、これこれね、ここで剣触れない。 A ボタン押して何も、何これ、マップ切り替えた直後では手触れねえのか。そんなこと思いもしねえよ。よし、これ A 押した後に反対押すと反対の方に剣が飛ぶ。細かいテクが、やばい。もうこれこいつらあかん。ちょっとハードくれ、ハードないと。こいつ突然出てくるぞ。いやーきついなこれ、結構。てか敵の原型みたいなやつはもうこの時点だよ。いいよ、強い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 。あ、こいつ別に待ってりゃ何も起きないよね。あ、そうなんだ。キン、そうなんだ。てかお前盾持ってんじゃん。なんで盾打ってたのあれ。あ、そらクラウンか。本当は弱いな。よし。っていうか待ち、どこ、なんもねえんだけど。おおむね何もない。あった。もうお前なんて知らん。ばあさんはどこだ。なんか皇帝くれや。こいつしかいねえんだけど。じゃあ雑巾掛け形式でいくか。次は左だ。お前リングの冒険にもいたわ。敵の量やばくない。敵の量がやばい。おい、狩りの時間だ。止まるのね。どんぐらい止まるの。結構止まるな。長っ。急に全滅させられるぐらいは止まるな、こいつら。もうこれ永久と見ていいか。永久と見ていいな。じゃあ殺すか。恐怖、真の恐怖を味わえ。これ永久じゃん。この画面いるとき永久か。いいっすね。ちょっと広くないっつうか、何もねえな。
思ったよりももっと町とかあれよ。おい、もう俺は万が一にも死ぬわけにいかねえ。もう爆弾があった、自前で買うまでもね。ああ、もう怖くねえぞ。もうちょっと試してみるか。これキン、あ、これ弾けるのね。ちゃんと角度を合わせれば弾けるみたいだな。よし、世代はね、パウパウ聞こえてくる。おい、何にもねえこと山のごとしだな。何にもねえし行ったよ、ここ。もう前この間旅行に行ったよ、ここは。よし、おっと、マイカあれ1円だし、光ってるやつは1円なんだよ。光ってるなら10円ぐらいになれよ。何のために光ってんの。おい、次から次へと。グレード。どこに何があるんだよ。おい、どこに何があるんだよ、これ。それか？いや、そこは。なんか買うてくれよ、おじさん。なんか買うてくれよ、おじさん。なんか買うてくれよ。あれだー！ばあさんの香り。ばあさん。来たぞ。おい、ばあさん。圧倒的、何も音沙汰もね。 B ボタンがこれで。ばあさん、薬を買って行きなさい。40円80円、いらねえよ。なんで使い捨てアイテムを買うにはならん。俺が使い捨てアイテムいらねえぞ。これ次下風呂、おい、ストーリーあるの。なんかストーリーに関係ねえ、店しかねえんだけど。ここばあさんにあげたら何かイベントが進むかと思いきや、ばあさんも店だった。そう、勘弁してくれや。なんか買うてくれや。ん、あれ、迷いの森だ、これ。お、迷いの森だな。こっちからか。固っ。おい、それは反則やろ。それ壁を越えてくるなんてな。こっちから行くの。おい、追い詰めたぞ。勝った。金剛剣をくれ、金剛剣を。これ剣振ってる間も縦発動するのかね。その懸念を、それを検証しなければならない。ハンターハンター式に言うと、剣を振ってる間は弾けるのか、それを検証していないまだ。検証しなければ。ただでは話せないよ。なんで情報や。いらねえよ、お前の情報なんて。汚ねえ商売しやがって。今インターネットが普及してるから、お前の情報なんていらんぞ。ここだな。よし、 B ボタン。これでこんな感じじゃない。シッ、おい、あからさまじゃねえか。からさまに何かあるだろう、そこは。あれ、ここ永久に無限の。たどり着けねえな。うたどり着けない。なんてことだ。どっちも行け、右にしか行けないんだけど。やべえ、これはあのばあさんに聞かないとダメかもしれない。教え込まないと。あの迷いの森はさすがにあのばあさんに壊わないと無理だ。これ引き出しちゃいけねえな、多分。まあ金が余ったら行くわ。なんで最初の買い物が情報なんだよ。おな、何がこれ、何かを。金の爆弾をくれ。ブーメランかなんか落とすんかな。ちょっと、いまだ何もなせねえ。これほどに空虚な世界だったとは。これほどまでに空虚とは。え？減ったぜ。また別の妖精か。正義の反対はまた別の正義。野原ひろしがそう言っていた。爆弾暴発しちゃうわ。ドゥル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 。おい、ストーリーはいつ進むんだこのゲーム。それあるのか、そもそも。もういいよ、なんか買うてくれやわ。なんか買うてくれやしかいない。店の名前、なんか買うてくれや。あいつ
確かにね。欲しいな。お前ら雑魚のくせになんだよその。うわもう鬱陶しいこいつら。やばいぐらい鬱陶しい。こいつも倒さなきゃ早っ。この Y 軸を合わせて突進してきたところを倒す。こいつ別に意志を持って俺に乗せかかってくるわけじゃない。おほんほん。もうこいつ戦いたくないよこんなやつと。やばいこいつ的確に結構いい動きしてくるな。よし、おい。あでもいつもと違うものを売ってるな。何かわかんねえんだよな。まあでもこれはそれは分かった。ちょっとあそこ以外調べる気なんね。あそこな、なんか皇帝クレアしかいない。もうこれデスワープした方がいいだろうこれ。もうはや、もういいしね。死んじゃった、死んじゃいました。いただきます。ででででで、で爆弾もあるし別に死んで、死んでええやんけ。死んで悪いことだから何もない。死んでいいことしかないじゃん。全回復するだけじゃん。ドゥ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 。パパ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 。あれこれ下行ったよな。下じゃない上。最近上下間違えるんだよな。あこれ水ってことは水かきがあれば上に行ける感じ？そういう感じかね。おい弱すぎるこいつ、この主人公のおバカ野郎。ちょっと弱いな。弱いやつは倒そうぞ。金がいつまで経ってもたまる。お前金くれや。よし。おい、これね、あの64スティックのグリグリで動かさんでいかんから。ほんと任天堂のコントローラーっていつもいつも使いにくいよな。なぜ隠ししてんだ。あ、なんていうの。こういうめんどくさいのは相手にしないよ。おほほ。あれはもう間違いなく。間違いのないところ。よし、間違いないっすねこれは。ほらちょっと何をどうしたら済むんだよこれ。おいもうちょっと空虚すぎないこの世界。世界に何もねえぞ。およそ何もない。そう弱い、そう弱い。遠距離攻撃もしねえし。よし、これでこんだけ金くれるのは、これでこんだけ金くれるのはありがてえな。ありがたいことじゃ。なんか皇帝クレア、この世界には商人しかおらん。ちょっと待って、コントローラー勝手に動くんだけど、マジでふざけてんな。こっち行ってないよね。ここ海の向こうだ。こいつめんどくさすぎるこいつ。お、海の向こうに行ったぞ。こいつらじゃ当たんねえだろ、浮いてから。お、海の向こうに当たったぞ。このままロシアへと、ロシア大陸へと歩を進める。岩、どこからが落ちてくる岩が現れた。どこからが岩が落ちてくる。この岩は一体。よし、あいつ鬱陶しいな。完全な位置から。あれ、ここってあそこじゃなかったっけ？じいさんが。おお、初めての。なんだあいつ、ケンタウロス。何剣を。やべえぞあいつ。いやちょっと待って、コントローラーが反応しない。クマのような扱いだ。今に一発で2回食らなかった。使いこなせるならこれを授けよう。使いこなせます、使いこなせるわ。いやどうやってそんの。使いこなせるっちゅうね。
何これ、もうこれ取れないってこと、今の俺じゃ今のお前には使いこなせんと。そんなどうすれば使いこなせるんだよ。ライフの数とかかな、ライフの数かもしくはフラグか、特定のフラグを満たしていくか。体力はね、おお、これループ、ループしそうな、時折ループするな、これ。これは使いこなす親父。どっち、もうちょっと世界の果て見に行こうぜ俺らで。いかん、ループに入った。宮本の節約、節約術に、節約術やめろや。左にしか行けないもん、節約術やめろもん。ちょっと待って、何にも進んでねえんだけどねえ、何も進んでないんだけど、これてかもう俺だいぶ見たよね、このさマップの、もういいか、もうじゃあクソババアに情報を恋に行こう。最悪だ、あんなばあさんに最初に使う金の使い道が情報って、お前そんなゲームやぞここ、アイテムをカーソルある情報じゃなくて。ゼルダは情報を食うゲームだったのか。あっちか、このブルドッグ遠距離攻撃はするわ、3回は耐えるわ、その倒したからといって確実にアイテムが手に入るというわけでもないからな。おい、ちょっと見たいし、今蹴られてもなお突進してくるんだぞこいつ。こんなやつを相手にしてられるか。わしは逃げるぞ。よし、お役ついた、初物を買おう。ただでは話せないよ。じゃあ50をくれ。あんたお金持ちだね。ていうか触れただけで買うんかこれ。恐ろしいな。は？あんたお金持ちじゃない。ん？何？え？何これ、まさかお金持ちだねで終わるってこと？これ嘘だろ、なぜそんなことをする。それでは話せないよ、これでは言えないね。え？どういうことですかこれ、え？どういうことなのこれ。わかった、お前たちのやり口わかった、もうちょっとわかった、この世界そういう世界な、もう騙されるやつが悪いと。もうちょっと死ぬ悪いか、わかった、ちょっと勘違いしてた、この世界のことを勘違いしていた俺は。もっと真っ当な世界だと思って、これ日本だと思ってたよ。日本じゃないのねここは。わかりました、あいつら倒すに値する。なん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 、こんなんあったっけ、初めて見る。ちょっと待って、それはひどいだろう。は？でも取れねえだろうなあれ多分。なんだあれ、桟橋、まあ、泳げないとダメだろうな、取れないでしょ。いやハートのかけらマジで欲しいよ、渇望してるんだけど俺ハートのかけらを。やべえな、このゲーム。やべえよ、めっちゃ操作しづらいもんこれ。ハートのかけらがなかったら俺は死んじゃうよ。確実に目標には近づいている、この達成感で。おい、いい加減にしろ、こいつえぐってきやがった。こいつ倒せねえの、倒す、いやいやいや、これ普通のコントローラーだと思わないでくれ、足で操作してると思ってくれ俺は。そんぐらい操作性悪いからこれ。
おい、一発で死なねってどういうことだよ。こいつは強すぎる。こいつは悪魔だ。あいつはデビルレイクバーマー。キン。あいつはデビルレイクバーマーに相当する。あれこれ言ったっけ。すみません、私何もなしてないんですけど。薬買ったらどうかなんの。お前の親戚のババアに巻き上げられたんだぞ、俺は。お前のせいだ。引いては。引いてはお前のせいだ。無理よ、死んでも。弾くな。抗うな。別に死んでもいいよ、こんなの。いい、いい、いい。死んで、死んでええねん。死んでええねん。って、もういいよ、妖精。稼いでか、妖精。以外の動きをしてくるの。おい、ストレスがやべ。マジで操作しにくいな。やってみろよ、宮本は。これで出るだろ。難しい。 Y 軸と X 軸のせめぎ合いだな、ゼルダの伝説は。Y 軸と X 軸のせめぎ合い。よし。斜めから入ってくる敵が一番怖い。リンクは斜め攻撃できないから。ドゥンドゥ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 。こいつは選ばれし者ではない。もうブルドッグはもうやめろ、マジで。ブルドッグ、そうそう。よし。では、こう刺してもらう。どこでもセーブ。セーブしました。さあ、行こうか。ただでは話せないよ。分かってます。迷いの森を来た。上、左、下、左ね。よし。じゃあ、まだ着物しますね。よし、行くか。ゼルダっていうのはこういう世界なんだよな。人を信用してはやってられないんだよ。悲しいけど。悲しい世界だけど、先に裏切ってきたのはお前だ。左し、上、左、下、そして左。おお、ほほ、ケンタロス鬼より怖い。あいつ一発で2発を2持ってくからな。うお、恐ろすぎねえか、ケンタロス軍団。なんだなんじゃこりゃ。迷いか、迷いのやつ、迷いのやつ、迷いのやつじゃねえよ、ちゃんと進んでるわ。ちょっとこれどこかの墓が、うわやべ、これどこかの墓が階段になってるとこだった。俺はもう死んじゃう。一応銃はなんか敵も物々しいしな。ここじゃ神殿最初の。おいおい、死んでんだ。ちょっと待って、これ死んだら最初からだよね。待ってくれよ、いけるのかこれ。なんかゾクゾクしてくるな。いけるのか俺は、こんなところに。おい、え、一発で終わったんだけど。あ、ここからよかった、よかったならええわ。一発だったんだけど。何これ、陣地を超えて。まあ前回だったらまあ なんとか戦闘が成立するレベル。息子だ、究極のボスなんだよ。このダンジョンのボスでもいいぐらいの強さなんですよ。究極のボスなんだけど。これ勝った。これ勝ったな。最強のアイテム、タイマーが手に入った。タイマーやべえな。取ったが最後。よし。ここ?ガチ。ここ進んでいいのかい?ゴーマの目を狙え。倒せないけど普通に。お前の目を狙ってる。なんでこのじいさん倒すの。
ぜこのじいさんに当たり判定が、謎のじいさんの当たり判定、ウォーマーの目を狙い。なんだこのゲーム。じいさんを攻撃することができる。じいさんが攻撃対象という。ちょっと待って、これ全て戻るよね、情報は。だってそこ開けたら終わりじゃん。開けない方がいいよね。そうだから、これもう一回、まああんなとこ開けた過去は なかったもんじゃん。なんか狙える、そんな情報に鍵っこぶの価値はない。どれだけ苦労して鍵を手に入れたと思っている。おい、てか増えてんだけど、なんで増えん。ああ重なってんのか。ちょっと待って、強すぎる。よし、あ、なるほど、こうやって、撃った後にも、え、ゴーマの目を狙い。何もしなければ撃っては来ないのか。じゃあ一応あのじいさん に殴りかけたペナルティなのかこれ。おい、ちょっと待ってくれよ。おい、もう鍵ねえの。おい、なんだよこのゲーム。なんだよ。じゃあ鍵持ってこいってこと。またあのじいさんの情報で、じゃあ左行けばよかったじゃんこれ。ちょっと冗談だろこれ。鍵持ってこないといけないな、また引いて。このゲームやべえな。でも楽しめそうだな、長く、長いこと。ちょっとここまでにするわ。